あた頭痛いい痛い痛い痛い猫コは今日頭が痛いです痛くならない頭と交換したいよそれならば体の中に病院を作るのはどうでしょうそうよ体の中に病院を作るのはどうでしょう何言ってるの病院が体の中に入るわけないじゃん違いますナノの世界の話です体の中をナノサイズの病院に駆け巡ってもらうのよ何言ってるのかちんぷんかんぷんエッサホイサエッサホイサ誰 極大虫眼鏡うわ、目があった。ナノマシンと申しますマシーン感ないんだけどナノマシンにはいろんな仲間がいますが、我々の場合は薬なんです薬感もないんだけどナノマシンなら体の中に病院を作れるわこんな古風なビジュアルの人たちにそんな得意があるとは思えないまあまあ、慌てるなお前を健康にしてやろうかあー、何言ってんのかわかんない。ますます頭痛くなってきた 地球上で起こるさまざまな異変をいち早く察知し、あらゆる科学研究を駆使して、地球を守り抜く影の組織。これからヒーローカンパニー。特派員の猫だと、リンワン女子のリケーニドックワンが、本部の指令の下、未来の救世主を探し出す。愛と科学で地球を救え。これからヒーロー。なんで薬に病院が作れるんだよ。まあ、落ち着いて。 まずはこちらのナノマシンについて説明するわこちらのナノマシンはただの薬じゃないのよ患部に的確に届くため薬を守り抜く分子を従えているの薬ってほとんどの場合が血管の中を移動しながら患部を目指すんだけど途中邪魔が入ったりして患部までたどり着くのって大変なのよそこで無事に患部にたどり着けるよう薬を守り抜くえりすぐりの分子を組み合わせて作ったナノマシンがこれよ たとえるなら、幹部を目指して旅する薬姫と、姫を守るために集められた護衛たちがコラボした薬なのよ。姫と護衛のコラボ薬って言われても、全然頭に入ってこないよ。猫田口開けて、え、お邪魔します。これは、猫たにナノマシーンの凄さを教えるため、薬姫と護衛たちが猫田の脳を目指す、壮大な冒険の物語である。おい 勝手に人の体の中冒険するんじゃねえというわけで猫田の血管の中にお邪魔しているわけですけれどもあ、名のましいんじゃない何かが流れてきた猫田よく気がつきましたねこれは今朝猫田が飲んだ従来の頭痛薬いわば護衛なしで幹部に向かう一人旅の薬姫ですなんでさっきから呼び捨てなんだよまあまあ我々も一人旅の薬姫も目的地は同じ先を急ぎましょうあ、一人旅の薬姫がトゲトゲしたやつにやられちゃった 免疫細胞に見つかっちゃったのね水ぽよ、頼むよ彼は免疫細胞に見つからないよう隠れ身のになることに長けているんですすーい、すーいお前を健康にしてやろうかえ、何血管の穴です血管の壁には通常小さな穴が開いているのよあ、またさっきの頭痛薬穴に入っていくぞ 一人のののの薬は血管の壁の穴よりも小さいのだから患部にたどり着く前に穴に入り込んで健康な細胞に悪さをしてしまうことがあるのよ。いわゆる薬の副作用ね。我々は穴よりもビッグサイズそんな寄り道はしません。めっちゃ小さいけど小さいなりに大きいんです。スタジオじゃないけどね。それにしても古風なビジュアルなのになかなかやるな。 再び現場です知らず知らずのうちにお前を健康にしてやろうかうわ血管の中に生身の人間がニュータイプの免疫細胞失礼ですね私にスマートな能力を授けるために綿密な設計方法を日夜研究する西山さんですこれまでにいろんなナノマシンを設計してきました病気によって幹部に到達するまでのルートや入りやすが違っていますそれぞれの難関を 突破するために必要な分子がありましてナノマシンに搭載していくことになります再び現場のナノマシンさん再び現場です我々一行は猫田の頭に到着しました呼び捨てやめろ扉が見えるぞあれは何脳の入り口です脳の入り口にはとても厄介な石書があるんです脳の入り口を管理する門番よ脳に欠かせないブドウ糖を血管から取り込む役目を担っているの お前は甘いか甘くないか甘い、よし、入り一つ一つチェックするのか甘くない、帰りせっかくここまで来れたのに入れないのかお前は甘いか甘くないか甘い、よし、入りナノマシンは入れた門番を騙すのが得意のメンバーがいるのよスイーテストだて<で>それ本名なのか脳っていうのは 非常に大事な組織なので、必要な分子以外は到達しないようになっているんですね。まあ、例えばブドウ糖のようなものをですね、ナノマシンに搭載して必要なものと思い込ませて、ナノマシンを脳の中に効率的に到達させることができるようになります。これから拾う。無事に関門を突破して脳の中に入れました。ふむふむ。幹部はここだ。護衛分子は解散。薬姫。あとは頼みます。 ツリヒデが出てきたナノマシンの中に幹部に到達したことを察知して命令を出す役割のメンバーがいるのよ幹部の周辺は酸素が不足しているなど健康な細胞と環境が違うんですその違いを見極めて護衛分子に解散の命令を出すんですこう見えて賢いんだな治れーノマシンさんお疲れ様でしたお大事,お大事頭痛が治った ありがとうナノマシン薬が幹部にたどり着くのって大変なんだなその課題を克服するためにえりすぐりの分子を集めて設計したのがナノマシンなんだねナノマシンがすごいのは分かったよでもさ体の中に病院作ってないじゃん知らず知らずのうちにお前を健康にしてやろうか何度も言うね今はですねがんとかアルツハイマーとか病気を治すためのナノマシンの研究をしています で我々ですね体内病院というですね気づかないうちに体が治ってしまうまるで私たちの体の中に病院があるようなそういった医療を将来実現したいというふうに考えていますナノマシンのコンセプト自体がいろんな分子がスクラムを組んで病気を治すということなのでいろんな機能をですね一つのですねナノスケールの分子の中に組み込んでいくとほら体の中に病院を作れるかもしれないのよ今のナノマシンは 治療担当の薬姫と薬姫を幹部へ届ける護衛分子で構成されているけれど将来的には病気を発見したり診断したりする分子も仲間に加えようとしているの発見から診断治療のすべてができるまるで病院のようなナノマシンを作って普段から24時間体の中を巡回させておけば本人が病気だと気づく前に体の中で病気のもとを退治できちゃう 知らず知らずのうちにずっと健康でいられる。それが体内病院の考え方よ。すごいね、体内病院。その医療機関があまり発展してない地域においても健康な状態で皆さんが過ごせるようなその未来が実現できるんじゃないかなって考えています。これから広。いろんな機能をですね融合することによって今までない機能を実現するっていうのが今のマシンであって新しい機能を持った。 ナノマシンを実現ししてて医療にに貢献したいといとう,ふうに考えています体の中に病院を作って知らず知らずのうちにみんなを健康にしてしまうなんてナノマシン君は未来の人類と医療を救うヒーローだよよし本部に報告だその必要はありません話は全て聞かせてもらいました体内に病院のような状態を作り出し自動的に24時間検出と診断治療を行えれば医療現場にとても貢献しそうですねナノマシンを 未来を救うヒーローに認定しますヒーローマントをどうぞ認定ありがとう西山さんの設計の下体内病院を実現させて知らず知らずのうちにお前を健康にしてやろうかもう口は悪いけどとんだいいやつだ 病気の検出、診断、治療を24時間自律的に行うナノマシンを人々の体に投入し、健康を維持する。西山さんは2045年までに体内病院の実現を目指している。これから披露。